います。私は本日の司会を担当しますフリーアナウンサーの竹下ゆりです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、昨年3月のオープン以来400万人を超える方にお越しいただきました。今後も皆さんに楽しんでいただける様々なエンターテインメントを用意しております。ぜひ動画の4度とお越しいただければと思います。さて、この1周年感謝祭では各エリアで様々なイベントを行っています。こちらのメインステージでも楽しいパフォーマンスやキャラクターショーが開催されます。また野菜や鮮魚、物産、フードコートなどもありますので、今日一日ゆっくりとお過ごしください。さて、本日最初のステージは地元アイドルレンコイガールズによる書道パフォーマンスとなります。それではお願いします。Thank you.
ある秋祭りに出演をしてきました。さらに前回はラスベガスで単独公演を行い、約120名の方を動員することができました。はい、それではそこでメンバー紹介いきます。はい、緑担当のアゲハです。アゲハ。はい、オレンジ担当のマリアです。マリア。はい、赤担当リーダーのユウキです。ユウキ。はい、青担当のユイです。ユイ。Yeah!
開業して7ヶ月で来場者数が300万人突破したということですよ。すごいですね。たくさんのお客様が足をこうして運んでくれることで、とっても活気あふれる華やかな道の駅になりますよね。そうですね。さて、それではここで今回のイベント内容をご紹介します。はい、まずは大感謝祭マルシェです。こちらではなんと特産品などのセールを行っています。皆様もぜひたくさんお買い物してみてくださいね。なんかいっぱいありそうだったよ。続いて古代ガチャ、こちらは道の駅内で2000円お買い上げで1回ガチャをすることができます。でさらにと認定のスイッチなどの豪華商品もあるみたいですよ。すごい、すごい、皆さんぜひ買い物してガチャを回してみてください。回しましょう。さらに、皆さんの後ろの2階にある会議室や、マーケット広場にてなんかいろいろ物づくりを体験できるコーナーがあるみたいですよ。私たちもね、さっきちらっと見たのがすごく楽しそうですよね。ぜひね、皆さんも道の駅に来た思い出にいろいろな物づくり体験してみてはどうですか。いいですね。そしてですね、なんとお子様用のボールプールやハイハイレースなど大人だけじゃない子供も楽しめる素敵なイベントたくさんあるそうです。私ちょっとお腹空けちゃったんですけど、皆さんお腹空いてないですか？お腹空いた。すいません。なんとですね、1周年記念限定メニューの食事やスイーツなど美味しいものがたくさんありますので、皆さんたくさん召し上がってください。食べたい、絶対食べよう。いやもうなんかすっごい素敵なイベントだよね。本当だよね。私たちもこんなに素晴らしいイベントに出演させていただけて本当に嬉しいよね。時々やってみる大作戦。
反省。あまり食べ過ぎよくないで。だけに遅い既読通知やっぱ気になるなる。風とあげたから二人君の足跡チェックするの。あざといなんて言わないで。だってラビューラビューラビュー。ダサい。あなたの恋既読通知。私の心非公開。鍵を投げた恋心。でほらほらほら私を気にして。Thank you.
がとうございます。さあ、ということで皆様、これがおステージは楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。そこでお知らせをさせてください。はい、はい、まず来週の土曜日30日は、群馬県館林市にある館林城夢広場という場所で鳥仙の芋煮会に出演させていただきます。こちらもフリーライブとなっていますので、皆さんぜひこの地元遊びに来てください。そして、はい、3月31日と4月7日私たちの住む群馬県館林市にあるふれあい橋にて館林桜と鯉のぼりの里祭りに出演します。ぜひまだ館林に来たことがないよって方もぜひ観覧フリーですし、キッチンカーなどたくさん楽しめることがあります。私たちのライブももちろんたくさんあるので、ぜひ遊びに来てください。そして、はい、私たちめんこいガールズはたくさんの SNS やってます。 TikTok、YouTube、Instagram などぜひチェックとフォローもよろしくお願いします。最後に、はい、私たちこの後すぐ皆さん向かって後ろ側の2階の建物にて私たちのグッズ販売や特典会を行います。ぜひ皆さんお立ち寄りください。そしてこの後13時30分から2回目のライブ私たちやらせていただくので、そのライブもぜひ見に来てください。はい、フードコート2階ですね。はい、はい、フードコート2階にて特典会を行います。します。はい、ということで皆様今日ねご視聴お集まりいただきありがとうございました。この後もねたくさんキャラクターショーですとかゆるキャラが出てきたりとか、今日プリキュアもあるということで、ね、楽しいこともたくさんあるのでぜひ堪能していってください。それでは以上私たちめんこいガールズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでですね、実は特別に、はい、皆さん写真撮影の時間を設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。会場の皆さんもぜひ写真撮影のお時間ですので、ちょっと前の方に来ていただいても構いません。せっかくですので習字を持っていただいて、そして今日は都市店の社長と駅長も一緒に持っていただいて写真撮影となります。はい、この時間写真撮影となります。ちょっとね風で少しなってしまいますので、はい、では駅長社長も笑顔でお願いします。実は各ものが違うということで、ぜひね1時半にも来ていただければと思います。本当に、ね、素晴らしいパフォーマンスでしたね。皆さん大丈夫でしょうか。